どうも、ディーコレです。私実はあまりショートパンツって履かないんですけれども、今日はユニクロでめちゃくちゃいいやつを見つけたんで紹介したいと思います。まあ今実際履いてるこの黄色いショートパンツが今日紹介する実物なんですけれども、どういったところが気に入ったのかっていうのを紹介していきたいと思います。でこちらのショートパンツなんですけれども、ユニクロのイージーユーティリティショートパンツっていう名前です。こちら普段着だけじゃなくてアウトドアとかレジャーにも使えるっていうところが私気に入って購入しました。まず生地が 100% ナイロンでできていて、こういう風にシャカシャカするような素材感になってます。ナイロンの特性として形が崩れにくいっていうのがあるんですけれども、こういう風に激しく動き回ったとしてもシワになったりしないっていう特徴がありますね。それとすぐ乾く速乾性に優れた素材です。で腰の部分にもウエストコードがきちんとついていて、ウエストの調整が簡単にできるだけじゃなくて、まあデザインのワンポイントとしてもこのコードっていうのが、生えてきますね。でこちらの正面の大きなポケットがあるんですけれども、縫い目が結構レトロな感じで、このデザインも気に入っているポイントです。そして表面が撥水加工がされていて、どのぐらい撥水するのかっていうのを実際に実験してみたいと思います。はい、では実際にどれぐらい撥水するのか水をかけてみたいと思います。わかなり撥水してますね。水をかなりかじいてました。はい、こちら本格的なアウトドアブランドで同様のものを買おうとすると8000円ぐらいおそらくすると思うんですけれども、ユニクロのこちらのユーティリティパンツはなんと1290円で買えてしまうっていうのも嬉しいところですね。ショートパンツって意外と知られてないんですけれども、スキニーパンツみたいにワイラインシルエットが作りやすいんですね。ですからこういった大きめサイズの T シャツを合わせてあげると今風のコーディネートになっておすすめです。そして、まあここにリュックなんかを背負ってあげればどこにでも出かけることができますし、近くに出かける時なんかはトートバッグなんかを持って行っても合わせやすいと思います。まあそんなわけでアウトドアにも対応できるし、普通のコーディネートにも使えるとっても便利な、ショートパンツです。あとこの私が気に入ったポイントはこの何とも言えない黄色っぽいレトロな色ですね。これがすごい気に入ってもう一発で購入しました。ちょっと変わったショートパンツが欲しいなんて思ってる方はおすすめです。こんな感じで毎日おしゃれの役に立つ動画をアップしています。よろしければチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。水道でジャーってやるでさ、はい。